年3月に起きました東日本大震災は1000年一度と言われる大災害でした。その災害に見舞われた日本人の態度が世界中の人々に驚愕しました。なぜ驚愕したか。クリーンで日本人の態度をご覧ください。冷静さ、この映像からも大げさの嘆きや狂気のような悲しみは見られない。悲しみというものが消化されていった。品格、水が厳重物資を待つ例の規律正しさ、乱暴な言葉や粗暴な態度が見られない。技術力、例えば信じがたいほどの建築技術力の高さ、建物は大揺れしても崩落しなかった。大震災で崩落した常磐高速道路3月17日の写真、わずか6日で補修完了、3月23日の写真、母屋に。人々は今最小限必要なものだけを買ったから、すべての人が何らかの必要品を手に入れることができた。実情、店からの略奪はない。道路ではクラクションを鳴らしたり割り込んだりもしない。人々はきちんと理解している。犠牲的精神、現地路には50人の職員が海水注入のために残った。将来彼らはどのように報われるというだろう。優しさ、レストランは価格を下げた。無防備な ATM がそのまま置かれている。強い者は弱者をいたわる。しつけ、老人も子供たちもみんなが何をすべきかをしっかりわきまえて行動している。メディア、報道の仕方に見事なほど節度がある。愚かなレポーターはいない。良心、お店が停電になった時にも買い物客は品物を花に戻し冷静に対応した。皆様、もし台湾に同じな災害が起きた場合、皆様どう対応しますか。この数年、台湾人の品格はかなりアップしていますが、日本人と比較をしましたら、まだ勉強の余地があると思います。今回の災害に対して、台湾のから日本に多額の保証金、約200億円で世界一です。日本に対して、台湾の熱い気持ちと同情心は日本人に負けない思いやりを持っています。さて、冷静さに関して、台湾人ですと家族や身内の人が亡くなった場合、きっと大声で泣いているし、陈清南，你死了，我不想活了啦！我要跟你一起死啦！ヒステリックになります。14年前、台湾九二一大地震の時、たくさんの建物が崩壊して、建物のコンクリートの中、空き缶とペットボトル
が埋め込まれていますが、本当に驚きました。天の木工事ではないかと思います。なお、ラッシュの道路にはよくクラクションを鳴らしてバーバーバー、オートバイが割り込みする実情は混乱です。最後にメディアはコマーシャルを競争のため報道の仕方はとってもオーバーで、節度は全然ないです。世界の商船を浴びた日本人について考えてきました。勤勉、辛抱強い、実情を守る日本民族の風に作りの原動力があると思います。私たちも民を習って頑張りましょう。ありがとうございます。